明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話になりました。皆様本年もよろしくお願いいたします。さて本日の動画は僕んちの1日2日のお正月のお過ごし方っていうのかな、ちょっとそんななんか日常なんだけどお送りします。おあれあれおい、俺の綺麗な柴犬ちゃん、柴犬、今日は1日の朝だよって。日向が少ないんだけどさ、このうちはさ、日向どこかなーって、ここかなー。あー、ちょうどいいね、ここ。よいしょ。はい、この日は1日元旦の朝なんですけれども、午後お昼ぐらいから旦那の実家に集まるということで、それまで掃除を始めております。桃引きで登場しました。すいません、安定の桃引きでございます。掃除がしやすい格好といえばもう桃引きですね。全身タイツみたいな格好でお送りいたします。危ねえ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 。もうね、何もないとこでつまずきがちでございます。ここくーちゃん、はい、くーちゃんのマットですね、振り払って掃除機をかけております。もうね、朝からやることたくさんありますね。元旦だっつったって、だっつったって家事するにもうやることいっぱいありますよね。家事は休みがないってことでね、本当に大変でございますけれども頑張っております。年賀状が何枚ですか、これだけ、うん、おじさん絵うまいんだよね。かわいいくーちゃんに会いたいな。だってわー大きくなって。年賀状っていうのがあるらしいんだけどさ、俺宛てに来てないんだよ、誰からも。なんで？とほほ。ずいぶんあったかいさ。高いよね。あら、お風呂が沸きますってよ、あんた。新年早々、風呂入らねえで寝てんだから。はい、この方はですね、年越ししてからずっとテレビ見て、もうね、4時ぐらいまでテレビ見てまして、風呂入らずに寝上がったんですね。なので、朝、お皿を洗ってからお風呂に入ろうと思います。あ、今から洗おうと思ってたのに。今日は昼頃から旦那の実家に行きますって。それまで、家のことしてあと風呂入っていこう。そんな正月でございます。まあまあまあさ、お風呂入ってないからさ、どうすんの。もうばあばんち早く行きたいんだけどさ、まったく用意が遅くてさ、僕はパパの膝の上で寝てるんだ。まったくおばさんってさ、準備遅くない？なんで？くーちゃん、お風呂入ってくるから待ってて。お風呂入ってきますよね。パパの上に正月だからさ、ちょっといいやつ入れようかな。これにしようと思います。こういうカバーが普通じゃん。どうさしわしわ言わないと思ったら、まだこれこれがくっついてたよ。これがこうでなく、こうでなくっちゃね。ママお風呂の間にカメラの充電してんだな。これ充電器がなんか転がってるけど、なんだ邪魔だな。あーお腹が空いたな。ペロペロしちゃうよね。日向に顔を向けるっていうのがいいんだよ。日向に顔を向けてさ、こうやって顎乗せてさ、こうやってるのがいいんだ。くじゃ出ましたよ。くじゃね、ババがね、あれなんだっけ、あれなんだっけ、あれあれあれね、撮ってくれて、
待ってるって、あれあれうなぎ、くーちゃんのご飯食べてこうね、ご飯作るからね、待ってね、くーちゃんご飯作るから待っててね、聞いてる？聞いてねーよ。あー、まだキッチンが片付けらんない。へぇー、汗あの曲が今日もいっぱい食べるぞ。口ずさむ曲が古すぎる。洗って洗って洗って、でガス周りをガスの周りを掃除をしております。ガスの周りをくじんちょっと冷ましとくね。まだ湯気出てるからね。あ、湯気が出てるからね。熱いからね。ちょっと冷まして。はい。これね、なんか最近おかんが作ったなんかあのこれいいですよね。あの水がかかったりなんだね。あの袖が落っこってくるじゃないですか。玉戸さんを見られていいですよね。ここがさ切れねえんだ。怖い怖い。あれなんかちょろちょろ、あ、ちょろちょろビームだ、ちょろちょろビームって。歌丸さんってさ、すごい詰め替えの量がすごい多いから、ちょい残しでやったら全部溢れちゃった。これ全部使い切ってから入れなきゃダメなんだ、歌丸さんは。これで新年早々、この中が臭いからさ。なんでこの新年早々電子レンジの中臭いんだろう。まだ新しいのにさ、なんでこうやってすぐ臭くなるの？私が使うと。今年はね、菓子作りを挑戦したいなぁなんて思っておりますが、まずお菓子作る道具が一個もないから、そこから揃えたい気分でございますけども。よし、オッケー。呼吸を整えて、呼吸を整えます。足先、つま先、力を抜いて。くじゃん寝てる。はい、くじゃん、ご飯もうすぐ冷めますから。もういいかもしれない。ヨガしてるんだけど。そんなとこであんたヨガマットで寝るの、くじゃんしかいないよ。ヨガしてんの？瞑想だよ、瞑想。はい、くじゃんできた。はいはいはい、ご飯です。はい、おいで、ご飯だよ。今日のご飯はなんだろうな、あ、それなんだろうなって、できたの？熱くない？あんまり好きそうな色してねえけど、これなら豚肉か。おいしい。あ、もうな、これいらねえんだ、これがいらねえんだよ、もう。おい、人参出した。おい、人参食え。なんで人参1個置いたんだよ。人参好きなんだ。踏んでる、踏んでるよ。くーちゃん人参踏んでます。くーちゃんまだご飯の途中でしょうが。北の国から見てる。ご飯の途中でしょうが。正月だ、正月だ。飲んで食って、すごすごまた今日もここで私は寝るからさ。このさ、こたつの中のさ、布団がなくて、ちょっとおどいてください。ちょっとどいてちょうだい。もっともっと炊きました。だからさ、なんかこたつの中ある？なんかなんかありましたか？なんかお腹痛いかも。日向ちょっと片付けちゃう。日向お腹が痛い。ちゃんの日向お腹が痛い。いろいろ出てきた。何？あ、どうしたん？腹痛いか？大丈夫か？お腹が痛い。どうしたん？あれ、どうしたん？お腹痛くなっちゃった？お腹が痛い。気持ち悪くなっちゃった？お腹が痛くなっちゃった。大丈夫？なんで？どうしたん？どうしたん？お腹が痛くなっちゃった。やだよ、くーちゃん大丈夫？くーちゃん大丈夫？大丈夫？治った。ちょっとお腹痛かった？なんかすぐお腹痛くなって、すぐ治るんだよね、僕ってさ。そうだね、いつもさ、寝ちゃうとお腹痛くなっちゃうんだよね。治ったんだけどさ。なんだかね、くーちゃんがたまにああやってお尻をね、こう上げてね、ちょっとなんか気持ち悪いんだか、気持ち悪いのかな、あれ、お腹痛いのかな。ああいうポーズをするんですよね。ちょっと失礼します。はい、はい、これ最近作ったマグネットですね。ぜひぜひ皆様、ね、あの、ラクマを見てくださると嬉しいです。僕はね、一番可愛いと思ってるのと、私たちの子がいるんだって一番可愛い。はい、そして出かける前に
お年賀ですね。お年賀を、袋を分けるとこでございますね。すげえ格好してる。平成教育委員会みたいな髪型して。本当にすいませんね。こういう全身タイツ系の格好。なんかね、大きな服を着るとこうダボダボしてると、いろんなものに引っかかっていろんなものが落ちるのがね、本当にイライラしちゃうのでね。なのですいません。こんな格好でお送りしております。はい、この間千葉行ってきたピーナッツ詰めて。水車。はい、荷物を忘れないうちに玄関に置いときますね。忘れないようにね。あとなんか持ってくのあったっけな。ねえママ、まだ出発できないの？あ、チンチンかい、チンチンかい。ねえ、まだ出発しないならさ、僕ちょっと、もうちょっと昼寝してていい？ねえ、ゆっくりシュッと。寝てよ。大丈夫ですかこれ。こんな日常大丈夫ですか？みんなこれ見て、何これ。何この人。何この家って思わないから大丈夫かな。すごく日常をお届けしております。あーめんどくさい、はい、あ靴がね、靴がねーよー。何の動画、ちょっと大丈夫かしら。すいません、何にも得るものがない動画となっております。ただただ犬とおばさんがこのところで寝ないでください。くーちゃん喋りながら日常を暮らしているっていう。ママ待ってるって。いやすいませんね、本当に。おりおりおり、はいはい、ポンポンチーン、はいはいはい、くーちゃん、あれ行きますよ。はい、行こう行こう、はい、行くよ、はい、行くよ、ほれ、はい、行くよ、くーちゃん、ほれ行くよ、くーちゃん、何何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 何知ってんだよ、俺値段。かわいいな。あ、クイちゃん、ほら見して。なんなんこれ。たまたまついてる。背中にたまたま。やだ、映ってるかしら。クイちゃん、見して。かわいいね。これで明けましておめでとうございますって言える？クイちゃん。犬は言わねえんだよ、そういうこと。後ろ見してごらん、ほら。あらあら、後ろ金玉じゃん。金玉？たまたまついてるんですって。ねえ。かわいいね。ペロ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 。チン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 はい、行くよ、くーちゃんね。よいしょ。腹減った、腹減った、あ、腹が鳴っちゃってる。あ、くーちゃん、くーちゃん、お酒だから、それ。はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。僕それ言ったよ、最初に。ね、くーちゃん、はい、くーちゃんと今からあの旦那の実家に向かいたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。皆さん良い年を迎えましたでしょうか。良い年を迎えたということで、まあ、今年も一年楽しく、あの明るく元気に過ごしていけたらと思います。いつも通り暮らしてまいります。本年もクーライフスタイルよろしくお願いいたします。ん、ね、さあ行きましょう。さあ参りましょう。お邪魔しまーす。よいしょよいしょ。おっと、始まったんだけど、もうやめてそれ、くーちゃん。やめなさい。なんでさ、プーさん見るとさ、ほんとにどっから見つけてくるの。もうやめて、やめてください。髪切ってやる。ふり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 ふ
ビリビリにしたの俺なんだぞ。うれはらはら、ごめんなさい。ごめんなさい。で、こうやってこうやって。ぐーちゃんもやめなさい、あんた。今、ようやく調子に。やめな。やめな。へえへえな、息切らしてんじゃないよ、あんた。前、あんたこれでさ、赤チンが引っ込まなくなって大変な思いしたんだから、やめなさい、あんた。赤チンこれで出したんじゃん。そうだ、思い出した今。いただきました。いっぱいいただいちゃいました。いっぱい食べた。あとはもう寝るだけですね。で、くーちゃんお年玉もらった。くーちゃんお年玉。ね、くーちゃんいい子にしてたね。今日はさ、ね、ママさ、ずーっと食べてたんだよ。くーちゃん、パジャマ着ましょうかね。なんか机くせ。もう寝よう。うん？あるよ。え、やだよ。くーちゃん、パジャマ。めんどくせ。パジャマ着ましょう。くーちゃん、今日ずっと袴着てたからさ。くーちゃん、明日は違うバーバン着だからね。着たくない。ね。明日はガキンチョがいっぱいいるぞ。めんどくさい。嫌いなガキンチョが。もうやだな。お年玉用意しなきゃね、くーちゃん。めんどくさい。くねくねしないで、シャキッとして。くねくねするのやだ。くねくねしちゃうよ。くねくねしないで。やだ。どうしたのくねくねしてるの。眠い。こたつで、はい、寝てください。ママ、ちょっと片付けしなきゃ。片付けして、お風呂入れて、ポチャ入れて、あれポチャ知ってんの？あれポチャ知ってんの？クジャポチャ、ポチャ入る？え？なんだっけ？クジャポチャ入る？なんだっけそれ？クジャポチャ入る？ポチャ。聞いたことあるんだよな。なんだっけ？クジャポチャ。でもいい思い出だったんだよな。ポチャ。これなんだっけ？なんでもいいけどさ、わしはここにこうやって。こうやってさ、ちょっと足場が悪いんだけど、こうやって、ね、あの、ここにね、座りたいんだけど、ちょっと足場が悪い。なんか、こたつ入れたんですけど、座り心地悪いけど、でもここがどうしてもいいんだよね。ここのくぼみがね、うまくいくとうまくいくんだよね。だけど、うまくいかないときはさ、こうやって何回もやってもうまくいかないんだよね。もっとうまい具合にさ、ここが丸く、ここってさ、くーちゃんのお尻ぐらいになるんだけどさ、なんだろうね、こううまくいかない。よいしょ。だけど、まだダメだよね。これ、まだうまくいかない。あ、でもちょっと違うんだよね。もうちょっとね、ぽっこりはまるときがあるんだよ。ぽっこりはまるときが。はまった。これ。はい、重たいケツを持ち上げて、風呂掃除ですね。風呂掃除に取り掛かります。よいしょ。ふわっとこいしょって。こんなすいます。よいしょ。よいしょ。ずっとしゃべってこたつこたつ。ずっと独り言言ってる。何見た？なんでこっち見たんだろう？気持ち。主婦には、ああ、片付けに入りたいけど、やることいっぱいすぎて、なかなか休めねえんですね。洗い物戻してますね。次から次へとさ、やることがあってさ、誰も手伝ってくれないじゃん。どんだけ食うんだい？昨日のケーキ食おうとしてる。昨日買った、成城石井で売ってるね、この純正生クリームゴロッとイチゴショートケーキってこういうパックに入って、これめちゃめちゃ美味しくって、昨日ね、半分食ったんですけど、また半分あるんで、これ今から食いますわ。そしてね、まだこんないつも本当美味しそうなお菓子をいただいて、ありがとうございます。嬉しい、コーヒーとね、家事頑張った後に食べる。よいしょ。おこちゃん、おこちゃん。あのさ、ケーキこのままほじくって食うんでもいいかい？これがさ、ふぅー、あー、疲れた。ふぅー、
上がれんだこれ。さっき結構な量食べてきたけどね。また食べちゃうよ。でケーキ食べたらまたなんか漬物とか食いたくなっちゃう。よいしょっと。このサイズがさ、すぐひっくり返っちゃう。うまい。ママ、さっきあんなに食べてきたのに、もうまた。こんなでっかいケーキ、ほじくって食べてるの？ちょっと匂い嗅がせてみて。これは脂肪がすごいよ、ママ。すごいね、ママ。すごいたくましいよ。それだけ食べられるんだから、たくましいよ、ママ。すごいよ。すごい。生クリームは別腹なんだよ、くっちゃん。半分パパにあげて。おばさんの胃袋っつうのは生クリーム別腹でできてるの。うわー、すごい。うわー、すごい食べるねー。よいしょ。香りがいい。ママはね、若い時は甘いもの全然食べられなかったんだって。だけどね、おばさんになったら甘いもんすーげー食べられるんだって。なんかそうに言ってた。食べる？別腹なんだって。おばさんになると甘いものって別腹ってとこに入ってこなってよ。何？いらない？ん？何？ポチ入る？何て言った？ん？ポチ入る。思い出した。ポチは絶対入んないよ。作り始めちゃうよーと。突然羊毛フェルトを作り始めました。楽しくってね、結構ね、時間があるとこんな感じでいつでも始めてしまいますね。これね、今くーちゃん あのバッジを作ってます。目ん玉をグリグリグリと目ん玉つけて、あ、くーちゃん出来上がり。跳ねてる。跳ねてます。くーちゃんはや、日向見つけてますね。今日は1月1日、あ、違う。1月2日でございます、くーちゃん。くーちゃん、今日はね、ママの方のばあばん家に行くからね。じゃあ、くーちゃん、ご飯準備しますね。サミー。あはなんでここで飛び出てくるんだ、あったごめたじゃ。めんどくせえな。はい、くーちゃんの今日のご飯でございます。ブロッコリー、人参に、あとキノコ類、舞茸とか、なんだっけこれ、しめじ、あ、しめじ、あとはなんだ、さつまいもだなんだっていろいろ細かく砕いております。卵白パウダーをですね、ここに、しょ、これ、干しエビって割と高タンパクで、ビタミンとか、あと亜鉛とかが取れるみたいですね。あげます。おいしくなーれ、おいしくなーれ。なんか、ちょっとなんか酸っぱい匂いがする。チンチンからに、あ、違うな。でも、なん、あれ？あ、これ？あ、これってバナナの靴下じゃん、きっと。くーちゃん、今日もお衣装着てください。ほら、これがやだ。お衣装着てください。もう飽きちゃった、これ。はい、はい、これ着てね。はい、明けましておめでとうって言うんだよ。ね、70% オフの袴着せられてるよ、正月から。昨日同じことしたね。よいしょ。似合う？よいしょ。あー、かっこいいね、くーちゃん、今日もかっこいいね。はい、はい、今日もこれでいきましょう。かっこいい。あと何回これ着ればいいの？見て、かっこいい。まあ、僕何着ても似合うんだけどね。くーちゃん、明日ね、キャンプだからさ、今すごく準備をしてるんだよね。あの、車に積んでおりますね。明日キャンプなんでございますね。はいはいはい。くーちゃん、外見てるの？厳しいコンディションかもしれません。画面は3号車です。かわいいね。はい、
先ほど串部監督からその今井さんの名前が出ました。5キロを過ぎたところまだかなってね。記録よりも5秒ほどいい。はい、帰りました。帰りました。ふーちゃん帰りましたって。パパ何やってんの。いっぱい食べたね今日もね。ぶっ食いすぎちゃった。うちに入って、あもうお風呂入れて寝ようか。もうくーちゃん明日はあれだからね。あの、あれね。僕、縁が好きだから、縁がいいんだけど、ちょっとなんか、ちょっと違うな、ここやめよう。どこ行くんですか。こっちの方がやっぱりいい、こたつの縁っていうのがいいんだよ。こたつの縁、こうやって耕すでしょ。耕して、くーちゃんの形にするんだよね、これ。ぽっこりはまる時があるんだ。こうやって、こうやって。あれでもなんかやだな、こっち向こう行こう。ちょっと遊ぼうかな。お前に決めた、お前に決めた、ほら、お前に決めた、ほら、ほら。俺は正月で、いろんな家行ったけど、俺誰からも、お年玉もらってるんだ。現金のお年玉もらってるんだ。おい、おい、こらら、おい、どこ行っちゃった。お前、こっち来い、こっち来いよ。おい、ほら、こっち来い。こっち来い、ほら。まだ、なんかここ、なんか違う。それカリカリしないで、くーちゃん。なんか、ぐねぐねする。もうそっち行くんですか。くーちゃん、こたつ入ってますけども。くーちゃんの形に。はあ、くーちゃん、こたつ入ってますよ。くーちゃん、じゃあさ、またママお風呂入ってくるからね。今日はお風呂早めに入って寝るね。もうさ、もうここ最近ずっと朝風呂だからさ、今日はちゃんとお風呂に入って寝るね。明日朝早く出かけるもんね。ね、くちゃん。さーてめんどくせえけど風呂入ってきますね。おやすみ。お風呂に入る言ってね、またここ片付け始めましたね、このおばさんは。なんだか、本当にすぐ散らかるんですよね。なんででしょうね。まったくね、こんな夜帰ってきて。こっから掃除を始めておりますね。日中ゆっくりしすぎちゃったからね、ちょっと家事をしたいっていうのもあるんだと思うんですけども。はい、お風呂から出たのかな、これは。あ、よっこいしょっと。はい、座って座って歯を磨いております。ついてきた。なんでこれ。これは楽天で買ったマウスウォッシュ入れですね。可愛いのでね、気に入っております。なんでこうすぐ散らかるかね。ああ汚くなってるって、もう片付けてますね。夜寝るとき片付けないと朝起きてきてちょっとテンションが上がらないので、ちょっと整えております。あ、そしてね、こんなにたくさんね、毎年あの旦那のお姉さん夫婦にねいただくんです。美味しいお餅をいただいて、これ毎日今食べております。はい、でこれはねキャンプの準備かな。あ、なんかちょっとあれあれれ、ちょっとなんか痛んできた。ああ、ああ、なんでみかんってこんなすぐ腐っちまうの。くーたん、くーたん明日キャンプ行くんだけどさ。いやだ、ねえさっきカビタみかん触ってなかった、その手。みかんさ、ごめんなさいね、カビタみかん触ったわ、ごめんごめん。汚いな。頭で拭いちゃう。ね、明日はね、うちのおじさんの友達の家族とキャンプに行くんですけどね、そこね、すごく素敵な場所で、ワンちゃん連れでね、すごく楽しめるとこがね、群馬にね、あるんですよ。しかもね、あの、高速降りてすぐだからね、すごい行きやすくて、広いし、景色もいいし、ドッグランもすっごい広くて、ドッグフリーサイトっていうところで予約を取ってね、そこでね、みんなで、あの、明日は楽しもうと思いますね。はい、おじさんの大好きなキャンプに行ってまいります。ぜひそちらの動画は、クートラベルスタイルでお送りする予定となっておりますので、そちらもぜひご覧になってください。はい、くーちゃん。でもう寝ますか、くーちゃん。ね。ああ。なんだこの靴下。あ、なんで片っぽだけあんだよ。あれ、片っぽがねえじゃねえか。くーちゃん寝るぞ。これね、あの、テンピュールのこの電動ベッドなんですけどね、これね、最高。私、あの、これもう買って2年くらい経つんですけども、買ってで良かったものベスト3に入るぐらい。もうこのベッドになってから眠れない日がないですもんね。もともと眠れてて、
でもすっごいよく眠れるようになって、あとこれ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 、ちょっと突然始まる商品紹介みたいな。あのね、この枕がコストコでね買った商品で、本当あのコストコって書いてあるんですけどね、中身がねあのウール 90% なんですよ。これねウールが入っててね、でねこれね大きいんですよね、枕がとっても大きくて頭すっぽり包んでくれて、で柔らかいんですけど、あの柔らかい枕ってなんか枕が逃げちゃうような感じがしてね、好きじゃなかったんですよ、首が痛くなっちゃうような感じがして。でもねこれね、なんつったらいいの、ちょっとね頭がすっぽりここに包まれて、で肩まであったかいんですよ。要はなんかダウンコートを頭に巻いて寝てるような感じ、すっごい頭があったかくって、とにかくおすすめ。しかも2000円ちょっとで今売ってるんじゃないかな、すごいね安いんですけどね。これがねめちゃめちゃふっかふかで寝心地がいいんですよ。これコストコのやつおすすめでございます。ちょっとくーちゃんちょっとどいて、ちょっとこれ寝てみようちょっとみんなに勧めてみよう、これ超いいよねくーちゃんね。これ包まれて、はあ、本当にスッて、ちょっと今斜めにしちゃってますけども、頭がねとにかく暖かい。私寝てて頭が寒いことがいつも多かったんですけど、これ本当に暖かくて、ここがあーねすごくねふわって、でここに今枕こうくっつけて、こっちも枕で押さえてますけど、このまま5秒経てば朝、本当にこの枕にしてよかった、これも買ってよかったって感じです。あったかいんだからつって、クッションにしてもいいくらい、あのこたつのこたつに置きたいくらい、この枕もう一個欲しいんだよな、すごいあったかくてよくふかふかで寝やすくって。はい、くーちゃんはねこの布団にいますね。どこだくーちゃん、すごい潜っちゃうのがねくーちゃんね。おいくーちゃん、くーちゃん、あれ指しゃぶってるの、指しゃぶってたね。はい、じゃあ明日早いから寝ようね。はい、こんなどうってことないあの2日間にお付き合いくださりありがとうございました。大丈夫かな、お正月だっつったってやんなきゃいけない家事がいっぱいありますけども、皆さん頑張って今年も1年よろしくお願いいたします。家事頑張りましょうということで、おやすみなさい、いつもありがとうございます。去年あのねパパとお散歩に行ったんだけど、その時にね草の実が足の裏にいっぱいついちゃったから、今こうやって食べて、取ってるんだけど取れないんだよね。ふみふみここにさ草の実がいっぱいいっぱいたかってるの、いっぱいくっついちゃってんだよね。うん、まあ今日は最後まで見て、ちょっと手が邪魔だな、もうちょっと手が邪魔なんだけど、ママ怒るよ、そのうち僕怒るよ。ね、手が邪魔なんだいや。手が邪魔なんだいや。うん。怒る名前は。また見てね、僕んちの YouTube。いつもありがとうございます。チャンネル登録も、いいねボタンお願いします。あ、これ。これだ。これ食べちゃおうかな。じゃあね、またね。